宝蔵寺沼宝蔵寺沼は埼玉県羽生市の東部に所在する沼である。宝蔵寺沼無事名も自生地宝蔵寺沼を含む周辺一帯は古くには湿地帯であり地層なども数多く所在していた。宝蔵寺沼やその周辺では掘り上げ、多型式による開伝が行われており、昭和40年代頃まで掘り上げたによる絵能が行われていた。その後、周辺では、 補障整備事業が行われ、多くは掘り上げたから、通常の水田へと姿を変えている。しかしながら、宝蔵寺沼には、希少種の水生食中植物ムジナモが自生していたため、その一部が掘り上げたの形状のまま保存されている。現在、宝蔵寺沼は日本で唯一のムジナモ自生地となっており、掘り上げ殿のまま残されている区域内は、立ち入り禁止となっている。 整備された区域では、木道が通されており、水生植物や水鳥を観察することが可能である。ムジナモはかつて、日本各地に分布していたが、環境汚染、水質汚染の影響で減少し、今日では確認されている、自生地は、宝蔵寺沼のみとなった。ムジナモ自生地としての宝蔵寺沼は1966年5月に、宝蔵寺沼ムジナモ自生地として、 国の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。